塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。武田塾チャンネル。大連教務長の長森です。武田塾教務の高田です。この動画をご覧の皆さんはグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。まあ、先生、はい、今回なんですけど、まあ、3月から受験勉強始めてる人って、まあ、大体もう1ヶ月経過してるわけじゃないですか。そうですね、はいはい、1ヶ月で武田塾のルート通り勉強してたら、うん、本来どれぐらい終わってるかっていうのを話した上で、まあ、それ終わってない人が当然やっぱり多いと思うんですよ、勉強始めたってなんで、うん、はい、そしたらまあどう軌道修正していけばいいかとか、はいはい、どういう課題があるかとか、そのあたりちょっと話していきたいなと。そうですね、はい、で今回英語数学をね中心に話していきたいかなと思います、はい。じゃあまず英語を1ヶ月間、はい、まあ、ルート通りに進めた人だったら大体どれぐらいまで終わってますかね、これ、まあ、システム英単語なら1週間で武田塾400個覚えようってペースじゃないですか、うん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 、システムの1章2章が1200番なんですけど、うん、1から400、400、1から800、800、1から1200で、まあ、1から1200の復習みたいな感じで1200番までの単語が終わってたら順調かなと思います。そうですね、はい、はい、ね、1ヶ月で1200個終わってなかなかすごいペースなんですけどねただこれ結構、うんうん、普通に順調にやってる武田塾生が終わらせてるペースなんで、うん、全然これに到達してないってことだったら結構ピンチかなと思います、はいね、はい、文法はどうでしょうか。文法は、うん、スタートラインによって違うと思うんですけど、うん、大岩の一番初めの英文法から始めた人だったら、うん、大岩の一番初めの英文法超基礎文法編が2週間で終わります、うんうん、でその後肘のゼロから英文法が面白いと分かる本、これも2週間で終わる本なんで、大岩から始めた人だったらこの文法の本、理解の本2冊が終わってるだろうと、うん、はい、で、大岩いらないよと、肘のゼロから面白いほど分かる英文法、肘のゼロから英文法からスタートしてる人であれば、次文法の参考書ですね、ネクステージとかレベル別問題集とかの、半分ぐらいまで終わってるだろうと、そんな計算になります、うんうんうん、まあそれが理想的ペースっていう感じですね、はい、いやね、単語が1200個終わって文法が一通り全部終わってる、はい、そうですね、なかなかえぐいペースですね、はい、本当は1年間かけて習う内容ですからね、はい、もしね集団授業とかで受ける予定の人だったら、うん、入る前に終わってるというね。ああ、そうですね。じゃあ一方数学だったらどうでしょうか。数学は例えばこれも2パターンあって、優しい高校数学から始める人、まあ、数学苦手な人だったらば、うんうん、優しい高校数学の 1A が終わってるだろうと、うんうん、でいらないよと、基礎問題成功から3月始めた人だったら、うん、基礎問題成功の数学 1A が、ちょうど1週間で40問ペースなんで前半に終わってるだろうというようなペースになってます、はい、復習も1週間もある感じかな。3週間で復習できるか、はい、だからまあ 1A か 2B か3のどれか1冊は3月から始めたやつが終わってるって感じですかね、うん、はい、そうですね、はい、ということでですね、順調にいってればこれぐらい終わってて、はい、ちなみに武田塾だと大体1日の勉強時間が平均3時間ぐらいですかね、それぞれ。そうですね、英語3時間、うん、数学3時間ですね、うん、はい、で正しい方でやってれば今言った形で終わってるはずと、はい、まあ終わってない人の方が多分多いと思うんですけどそうですね、例えばそれこそ偏差値30代40代から早稲田慶応に合格とか国公立合格っていう風に実際武田塾で受かってる子はこのペースでやってますね。そうですね、はい、なのでもしこれが終わってない人がいたら、まあ、何が原因かっていうのを考えていく必要があるっていうことで、うん、はい、まあ大抵ありがちなのが、はい、そもそも勉強時間が取れてない、うん、これは机に向かってる時間じゃなくてちゃんと勉強できてる時間ってことですね、はいはい、集中してるっていうことですね、うんうん、やり方からちゃんと確認した方がいいかなとは思いますよね、うんうん、なるほど、なるほど、前提としてやっぱ、ね、手を動かさないとって話だけど、はいはいはい、まずやっぱ勉強をやっぱ増やすっていうことをやっていかなきゃいけないし、はい、まあ、それができないならやっぱその、ね、例えば武田塾で体験の、ね、特訓とかも受けたりもできるし、受験相談もできるんで、まあ、やり方が、ね、ちょっとうまくいってないかもなって思う人は相談に来てみるといいかなと思いますよね。そうですね、これ、うん、まあ、普通にちゃんと武田塾の自習室来て1日勉強してれば終わる量ではあるので、うん、決して多い量ではないんですね、うんうん、はい、まだ勉強し慣れてない子からするとめちゃめちゃ多い量だなみたいな、うん、ちょっとやっぱ感覚が違うんでしょうね、はい、だからその早くできる受験生の感覚になってほしいなと、うん、これぐらいの量を当たり前にしっかりやりきれる受験生になってほしいなと思いますね、はい、でもう一個あり得るのが、はい、完成度が低い、これはねやっぱ4日2日を守ってない可能性大ですね、4日2日復習ペースっていう動画があるんでそちらもぜひ見てください、うん、はい、大体やっぱその4日間の量を6日間でやって、はい、復習日を取ってないっていうケースが非常に多いと思います、はいはいはい、うん、ギリギリ終わらせるから定着してないし、うんうん、その分抜けるのも早いっていう悪循環、はいはい、なのでまずちゃんと復習日を取ることで、うん、4日間で終わりきんなかったら無理に終わらせなくていいから、うん、終わった範囲の復習をちゃんと取ることっていうのが大事ですね、うんうん、ある程度の量までの質が保証できるんで、はいはいはい、中途半端にやった1周とか意味ないですからね、うん、
あとはやっぱり目標を持たずに勉強してる子が多いと思うんですね。こう1日英語の気分だから英語やるっていうふうにダラダラ勉強して気づいたら終わってたみたいな、今日はこれを終わらせるっていうふうに朝起きた時にちゃんと計画を立てて、じゃあ何時までにこれをやる、でその時集中してそれをちゃんと終える、で午後はこれやる、夜はこれやるって決めてそれをちゃんと終える、で1日で朝立てた時の目標がちゃんと終わった時に完璧になってたよねっていう目標のある毎日を過ごさないとダメだと思いますね。そうですね。だから思うまま気ままにダラダラ勉強しても今言ったようなペースでは絶対いかないので、はい、そこがポイントだと思います。独学でやろうって考えてる人なんかはやっぱその自分でやり方とか、ね、ペースとかっていうのをちゃんと決めていかなきゃいけないんで、そこに今言った話を参考にやってみて、まあ、うまくいかないことあればまたコメントとかで質問してもらったりとか、まあ、受験相談来てもらったりとかでやれればだいぶ勉強の質は改善されるんじゃないかなというふうに思いますね、はいはい、最後一番難しいのは継続することだと思うね。そうなんですよね、はい、最初3日間はできたとしても、うん、それを1ヶ月続けるということが難しくて、この動画見てて、あ、自分はできたぞっていう人は1ヶ月ちゃんと続けられた人だと思うんですよね、で途中で挫折しちゃう人が多いと思うので、その辛い時こそ今休んじゃダメだと、ちゃんと毎日やり続けるんだっていうマインドでね、頑張って乗り越えてほしいなと思います ね、はいですね、はい、ここはね本当才能とかじゃないんですよ、はい、勉強の やり方、質の部分と継続性なんですよね。そうですね、そこが本当に大事なんで、ぜひね、まあ、勉強が波に乗れるようにね、今言ったやり方を、考えつつね、はい、まあ、今言ったようなペースで終わらせてくれればと思います、はい、今日の動画で危機感を持ったあなたは今すぐ勉強始めてください。今回は以上です、はい、先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。